ライバーで弾捕まらないで、今日ねマイク忘れたんだよねすいません皆さん、はい、うん、マイクないんで、はい、ちょっとマイクない、はい、弾が捕まらないで弾を握っちゃう人、うん、でそのためにどうやって捕まるかっていうと、うん、いろんな方法なんだけど、うん、アドレスだけで捕まえられる方法っていうのは、うん、ご紹介します。おアドレスだけで逃げちゃう弾を捕まえる、捕まらない人っていうのは、うん、要するにヘッドが間に合わないで振り遅れてるんですよ、はいはい、で振り遅れるってことは、うん、インパクトまでにヘッドが間に合えば、うん、絶対に捕まる、捕まるね。でフェイスの向きがやっぱりすごく重要になってます、うん、開いてるときはやっぱり開いて当たればヘッド間に合わなくて右飛んでる、うん、で間に合ってフェイスの向きがちゃんと閉じてこれれば捕まるので、はい、今からその方法、はい、方法捕まんないのを捕まえる方法だそうです。マイクがないです。正面から見て、うん、これ何、普通、普通ね、普通、うん、でこれをちょっと、はい、離す、離す15センチぐらい、おお離す、うん、これだけ、うん、おお、まずスライスする人の特徴の、はい、ちょっとスライス、はい、ここで構えてて振り遅れてくるとどうなるかというと、なるほど、打つてる、ね、うん、これを今と同じスイングしてる、うん、ヘッドをここに置く、ここに置く、はい、お、弾が捕まるんです。本当だ。で、なんでかっていうと魔法じゃない、魔法なんすよ、魔法でしょ。ここに置くとリリースの音が、あー、ボールに合わせちゃう。それで、うん、ここにあると、はい、やはりクラブってここに戻そうです。あだから、うん、必然的にここを目がけてくるので、うん、実際のボールはここにある。はいはいはい、間に合う。じゃあさ、手前に置いても、あの手前に置いてもボールに合わせようとしちゃダメなんだ。もちろん手前こうやっても、うん、うん、ここを打つような感じ。ここに戻すか。なるほどなるほど。はい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 。こうしててここをやって。うん。なるほどね。うん。間に合った。じゃあボールを見なくていいの？あんまり見なくていいです。あんまり見ない。それよりもヘッドを見とく。そう。例えば15センチぐらい後ろに置いて、うん、それでもまだスライスするんだったら。うん。これを、うん、ここに置いておきます。それコースでできないじゃん。できますよ。できる。練習してからじゃなくて。もちろん練習してから。あ、練習してこう置いて、うん、これでもここでダメで、こうやるとどうなるかっていうと、うん、今度は捕まえて左に行きます。おお、そう、これ画期的だね。そうです。うん、なので、うん、実際に自分が、うん、大体どの辺に置いたらいいか、はい、調整しながら、調整しながら。もちろんこれでまっすぐしたらやる必要ないです。そうですね。だけどここに置いたら、うん、それではまだスライスだったら、うん、それだけでリリースが必要です。実際ここに戻してるんだけど、そのシャフトが、うん、なるほどなるほどなるほど。普段ここに構えて、うん、振り遅れ、うん、まずここにここに置いて、固定して、うん、ここ、うん、いつもここに戻す、うん、はいはいはい。でポンってなんか軽く打っちゃってみて。おお。そうすると、うん、普段振り遅れてる人でも、うん、フェースが間に合ってくる。なんかさ、これすげえいい話聞いたんだけど、はい、なんかフルスイングで練習するよりも最初、今ドライバー小池がさ3割ぐらいで打ったじゃん、はい、そう、こういう3割ぐらいで打って捕まる感覚をこう、なんて言うんだろう、覚えてから、はい、だんだんスピードアップした方がいい。いきなりフルスイングだとさ、やっぱりなんかスライスのずっと自分のイメージが抜けきらなくて、そうですね、もしくはちょっとなんかダフっちゃったりとか、はい、だから徐々にスピードアップでもいいですか。いいと思います。なんか俺もこれやったことないから、はい、あのいきなりそこに置くとちょっと不安になるでしょ。全然大丈夫。だからそれを
ちょっと軽めからやっていく。で、はい、もう一つなんでそこに置くと球が捕まりやすいかっていう理由が、はい、結局肩の向きを、ああここで構えておくと、うん、ちょっと来ますよ。なるほど、肩の向きどんどん、そうだ、はい、うん、なのでここで構えた時に肩クローズになるから、うん、ここで体を開かないで球を打てるイメージが、なるほどね。そうするとボールがスライスできる。はい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 。これさ、結局さ、その構えた時にボールに構えてクローズにしちゃってクローズだけど、これクローズじゃないもんね、スケアだもんね、結局。これ返して、なるほどなるほど、これいいな。この時に注意しないといけないのは、うん、フェースの向きです。はいはいはい、あ、フェースの向きね。上から見て、うん、このフェースの向きが、はい、ここに構えてるとまっすぐだと、まっすぐでしょ、離したら少し右向いてきます。じゃなきゃおかしいと。あ、じゃあこれもし離してまっすぐだと捕まりすぎて、こうなってくると逆なんですよね。離してますけど、どういうことが起きるかっていうと、うん、今度はクローズになりすぎてるんで、うん、逆に開きやすくなる。これは知らん、やってみましょう。知らん、うん、普通にこう開いてる時は、うん、閉じてるんだけど、はい、これをここに構えて、クローズに構えちゃうと、うわ、本当だ、こういう動き。それが結局クラブの性能というか、そういう風になっちゃうんだね。そうそうそう、やっぱりこれって、うん、スライスして振り遅れる人っていうのは、うん、このヘッドがあまりうまく開閉できない人が多い。あ、はいはいはい、なので、うん、実際にみたいに最初から少し開いた状態にして、なるほどね、はい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 、捕まえたくて閉じようと思ってると、うん、やっぱり振り遅れてきて開いてしまう、ね、なるほどね。じゃあ全部考えなくても、うん、構える場所ね、はい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 、極端なこと言えば、おお、はいはいはい、でここでできると、うん、開いた状態からちゃんとローテーションして、うん、おお、これさ、おお、めっちゃいい球、めっちゃいい球。これさ、なんかフック打ちたいホールの時に使ってもいい、はい、いいと思うんですよ。ああ、なるほどね。でもね、最初やっぱり怖いと思う。そうだな、なんかもっと右行っちゃうとかさ、あの練習した後だね、慣れてきたら。あー、これ捕まるね。例えば5番アイアンとかロングアイアンも使えそうだね。そうそう、ちょっと応用でね。うん、応用で。じゃ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 んじゃ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 ん。着るもん。あ、今日着てる服がいや、そう、フェアリーパーだ。スネさんです。スネさん、ありがとう、はい、これもアイアンも、アイアンも、はい、スライスしちゃう人は、うん、これをちょっと離す、はい、離す、でここをめがけて、めがけて、そうすると、はい、ポン。お、ちょっと失敗。でもね、ちょっとフック回転してるよね。ここから、ちょっと、うん、離す、はい。おー、ナイス。だから、俺のクラブさ、めちゃくちゃ硬いからそんなにフックしないけど、普通の S とかだったら、今のですごい捕まるよね。こういうのやってるんですよ。本当に分かんない、できなかった。うん。ここ、うわ、すごいな、これ。そうすると、ちゃんとインサイドに入って、うん、ライトに入ったら、おー、なんかそこまでやると怖いような気がするけど。いや、でもこれはドリルっていうか、あ、ドリル、練習、あ、練習ドリルだね、いいね。ヘッドが間に合わない人っていうのは開閉がうまくできないから、うん、これができないんで、うん、開いた状態から、うん、このまま、おー、これは、なんか昔なんかそんなようなことやったけ、やったの忘れてた感じがする。これね、初めて知ったのは、うん、高校生の時に、うん、町内のシングルのおじさんが教えてくれた。いや、だからさ、アマチュアから学ぶこともさ本当に多いね。だから俺らはさ、謙虚にさやってこそレッスンも上達していくね、はい、あと、うん、このヘアウェイウッドでそれをやると、はいはい、もう一つ効果が。俺のスプーン難しいぞ。これはスプーンでここに構えると何がイメージできるかというと、うん、ここから滑らせることができると。ああ、はい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 、これ俺がサンドエッジでやる、たまにレッスンすると同じ、ね、
こんなにこのソールが引っ張るんだから、うん、こう滑らせない手はないんで、はい、ここで構えないでこの辺か構えて、そうそう、ここを目がけて降りてきて振り遅れもないし、うん、ここで滑らせる。 OK、これまあストレート俺のも硬いからストレートだけど十分捕まる、ね、別にドローを打つためじゃなくて、じゃなくて逆に振り遅れて右に行かないためなんで、右に行かないし、なおかつミートもいい、そうですね、ね、滑るイメージが、しなり方、しなり、俺のブシャウトしなんないよ、しなんない、硬くて、ね、硬くてここで構えて、はい、こうダンスインこうしなくていいんですよ、これが戻りながら来るんですよ、うんうん、で当たった瞬間っていうのはまた追い方しながら、はいはいはい、ここスピードカメラで言うと分かるんですけど、うん、はい、でここでその作業をしようとするとどうしてもこの1センチぐらいのところずれる、ずれる、なるほど、なのでなるべくここに対してクラブがこうしなってくるようなイメージ、うんうん、でこれは別に手首をほどいてやってるわけじゃないから、うん、キャストとは意味が違う、そうだね、シャフト手の位置はもちろんここなんです、うん、でここでシャフトがしなって、はいはいはい、イメージ的にも、うん、ボールの手前でシャフトが効いてくるイメージ、うん、はいはいはい、そのイメージもしますね、こういうことで肩も少しクローズになるし、うん、なるほどね、いくらか開いたり開いたり、インサイドも、はい、まっすぐじゃないですよ、はいはい、うん、離すっていうのはちょっと内側に、はい、でここからシャフトもここめがけてくる、ちょうどしないし、こうなんかグリップエンドがずっと体の中心にある感じだね、あのこうこの感じですね、ここに置いて、うん、はい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 、はい、十分いいと思います、はい、待ってください、はい、今良かった、うん、どうしても振り遅れたりとかヘッドが振り遅れちゃってスライスしちゃう人、はい、フェース開いちゃう人のためのスイングを直すんじゃなくてアドレスを変えてだけでドローヒッターのような、うん、球が打てるという、うん、今日は簡単なコツでした。これね、めちゃめちゃためになりました。え？噛むけど、あの、毎回噛みますね。そう、なんつうの？小池がさ、高校生の時に初めてアマチュアに、あの、うまいアマチュアの人、アマチュアじゃないね、おじさんに教わったことが今の最新、俺たちのね、レッスンにも実は生きてきて、その時に分かんなくてやってるんだけどね、うん、うん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 、だけどやっぱり今になるとこういう原理だったね、その人も意味分かんないでやってるんですよ、ああそうかそうか、感自分の感性、ね、そう、こうやったらそうだよって自分が考えてみると意味かなってこと、これいいの好きだね、これぜひ皆さんやってみてください、はい、はい、ありがとうございました、最後までご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました、どうも高評価の登録お願いします、はい。